どうもこんにちは、ハーブコーディネーターのトミーです。今回は久々のまたハーブ動画になりますね。最近は、アロマテラピーの一問一答シリーズばかり上げていましたが、あれはちょっとすみません、100問までやる予定だったんですが、一旦ちょっとストップをさせてもらいまして、またハーブの動画を上げていきたいと思います。今ですね、1月31日2021年なんですけれども、ちょっとメディカルハーブですね、あとハーブ&ライフの試験が3月に現在控えておりまして、まあ、その影響もあってまたハーブの動画を上げていきたいと思っております。はい。で、まあ、今回ご紹介しますのが床に巻くストローイングハーブとしてですね、知られているメドスイートというハーブを一つご紹介していきたいと思います。では早速中身に入ってまいりましょう。はい、今回はですね、横浜市青葉区にある緑山ハーブガーデンナチュラパスさんの、まあ、一応ご提供にてということで、今後ですね、ナチュラパスさんといろいろ企画ができたらと思っております。はい。で、一応写真提供等ですね、いただいておりまして、珍しいですね、ハーブをぜひ、私の動画を通してご紹介できればと思って、今回動画にしております。はい。まあ、メドスイートというハーブですね。結構珍しいハーブですね。はい。なかなか、苗を販売しているところもあまりないかと思いますので、ぜひ、こちらの動画を見てほしいなと思ったら、苗のお問い合わせを販売しておりますので、オンラインの方でもぜひホームページをチェックしてみてほしいなと思います。はい。では、中身に行きましょう。はい。エリザベス朝時代の人生ハーブということですね。はい。メドスイートというハーブでございますが、花名はバラ科になります。はい。で、和名が西洋夏雪草と言いますね。結構この西洋夏雪草という名前で知られているのが日本では多いと思います。はい。で、使用部位は前草ですね。主に葉っぱの部分を使っていきます。はい。で、香りがですね、すごくいいのが、このメドスイートの特徴ですね。淡いクリーム色の小花が、枝の先に集まって咲きまして、花や、枝葉からですね、アーモンドのような甘い香りをほのかに放つということですね。まあ、かなり甘い香りがするということで、エリザベス1世がですね、すごく好んで使っていたと言われております。アーモンド、調というかですね、はい、ちょっと甘い香りが、しますということです。で、香料として非常に、よく使われておりまして、ジャムやワインなどの香り付けに利用されてきました。はい。あと、種子はですね、焼き菓子の香料としても使われてきたと言われていますね。はい。あとは、蜂蜜酒の香り付け、お酒の香り付けなんかにもよく使われていますね。染料としても、染め物にも使われていたりします。はい。で、一応、花言葉が心の支えということで、ちょっとね、また面白い、ここ、花言葉になっておりますので、今までご紹介してきたハーブと、ちょっとまた違う感じで楽しいかと思いますね。はい。では続きまして、効果効能を、ぜひご紹介いたします。はい。メドスイートはかなり、薬理効果が高いですね。胃酸過多を和らげて消化不良、あとは胸焼け、胃炎や消化、性肺炎ですね、などの消化器系のトラブルに用いられることが多いです。はい。あとですね、昔からの、まあ、エリザベス朝時代からの古い言い伝えで、花はですね、ワインで煮込むと4日熱の発作を取り去ると言われております。まあ、それぐらい、解熱効果もかなり高いということですね。うん。なので、天然の、まあ、薬理効果の高いハーブとして、すごく、使われております。はい。あとですね、開花までのつぼみからサリチル酸を取り出すということですね。このサリチル酸という成分が、すごくこのメドスイートの特徴になります。はい。あとですね、抗炎性小物質ですね、が熱や痛みを和らげるとして利用されておりまして、あるですね、製薬会社がこの、サリチル酸をですね、改良しまして、奇跡の薬ということで、アスピリンと命名したと言われておりますね。はい。まあ、このアスピリンというのは、薬になるんですけれども、まあ、この元となっている原料が、このメドスイートのハーブということになっております。はい。まあ、ここ非常に有名ですので、ぜひ押さえておいてほしいポイントですね。で、最後にですね、香りと味とブレンドレシピをいつも通りですけれども、香りは先ほど言った通り甘い香りですね。アーモンドに似ているということです。はい。まあ、この香りがすごく、特徴で好まれているハーブですね。で、味については、まあ、フルーティーな香りですけれども、ちょっと単体では、他のハーブと同様に少し草っぽい香りがすると思います。
で、ブレンドとしてはいつも通りこれになってしまうんですけども、蜂蜜を加えるとよりまろやかになって飲みやすいです。病み上がりの体力を回復してくれるサポートとしてもぜひ蜂蜜を加えてみてはいかがでしょうか。あと、ハーブとのブレンドとしてはカモミールやあとメリッサですね、この辺の、定番のブレンドがおすすめかと思いますので、ぜひぜひ試してみてほしいと思います。はい、では今回は久々にハーブのご紹介でした。最後までご覧をいただきましてありがとうございます。また、次のハーブ単体動画でお会いをしてまいりましょう。バイバイ。